のどかな田園風景の真ん中にあるガソリンスタンド。この日も多くの人が給油に訪れていました。一見するとごくごく普通のガソリンスタンドですが、天井を見上げてみると何のツバメが。巣の中にいるのはもちろん、電線に止まっているのもすべてツバメです。縁起がいいガソリンスタンドが近場にあっていいですね。子供たち連れて見に来たことがあって。これだけたくさんってどうですか。すごいですよね。あんまり聞かないですよね。ガソリンスタンドを経営する西平三郎さん、72歳です。子供の時、ツバメが巣を作ると幸せが訪れると教えられて以来、ツバメがやってくる日をずっと待ち望んでいたそうです。塩ビ服、親からモーニングの姿を見てみようと、ツバメの姿にそっくりやろうが、任命式、表彰式で欠かせない要素だろうがって教わってきました。そんな西平さんのもとに初めてツバメがやってきたのは10年ほど前のこと。最初は一組のつがいでしたが、年々その数は増えていき、今年は50組以上のツバメが巣を作りました。この日もツバメたちは子育ての真っ最中です。私の子供と同じですね。一人一人その日によって表情も容姿も一匹一匹違うし、おそらく考え方も違うんやろうなと。そんなツバメの噂を聞きつけて、日本野鳥の会のメンバーがやってきました。これだけのツバメが一箇所に住み着くのは珍しいことだといいます。感動ものですね。こちらはまたさらに野生的ですよね。まずもうここピット完全にツバメのために使ってらっしゃるんですよね。鳥インフルエンザが怖くて、だからもう毎日消毒をするもんだから、この地域だけほら白くコンクリートはなっちゃって、病気出たら大変やかと思ってですね。この日、日本野鳥の会はツバメの子育てを見守ってきた西平さんをたたえ、感謝状を送りました。いつもツバメたちを温かく見守ってくださりありがとうございます。これからも人とツバメとの共存が続くことを願い、ここに深く感謝の意を表します。おめでとうございます。今後も従業員一同ツバメの住みやすい、子育てしやすい環境になるようにやっていきたいと思います。そして表彰から1ヶ月が経った昨日、再びガソリンスタンドを訪れてみると、多くの子ツバメたちが巣立ち、ほとんどの巣が空っぽになっていました。今年は500羽近くのヒナが巣立ち、30羽ほどがこの場所に残ったそうです。ツバメが平和を運んでくれたら、これ以上のことはないなと思っています。来年は何羽が戻ってきてくれるのか。西平さんはツバメたちを温かく出迎える準備をしながら、その日を楽しみに待っています。